あの結構新しい。そうでもない、うん、もう20年経つ。え、うん、これ、うん、格好ええやんなあ、順当やな。まあ、まあ当時は早かったから、ね、綺麗に乗っとるやん。まあたまたま。で、中古新車。中古中古大変好きなん。そうやな、アホやしな。まだ若いやろ。若い言うたってもそんな若ないよ。お兄さんやっぱり。お兄さんええ体してんの。ワイカワイサーフィンする。あ、そうかね。サーフィン。アホやで。外国ばっかり行っとったんや。あ、すごいね。インドネシアとかオーストラリアとか。あのサーフィンの人ってバイクに近い感覚あるって言ったから。単車もあるやで。あの二十歳ぐらいまでは乗っとったんやで。あ、ほんまに。サーフィンって面白い、やっぱり。おもろい。その代わり難しいの。やっぱりあのみんなすぐ辞めるやろ、あの縦乗れんで。ああ、やっぱ難しい。難しい。もうほんま根気がいるいうか。一回できたらできるんだ。だけど一回このできるというか、立つのも難しいし、うん、まあ、走るのも難しいし、うん、ましてやこの横に滑っていくスポーツやでな。ああ、なんかよく映像で見る、あの、うん、真っ赤の中にあるとき、うわーって。何にそう、横へ進んでいく。だけど、初めての子は絶対それができない。あの、まずまっすぐ乗ることしかできない。今、お兄さんがそのさんにテレビを貼ってびっくりしたわ。あ、ほんまにその世界行ったはずやろ。だけど、ワイはもう、はようはようにあの、大会で、あの、勝った、優勝したりとかしとるときに、結構、打ち合わせになってるんだけど、これは勝つんやけな。やっぱなるもん、やっぱなる。なるや、ほら一番なるんやけな。一番自信がついてくる。うん、ほやけど、そこでもっとすごいやつが周りはおるやん。そのやつにな、お前はプロには絶対になれんって言われるわけや。その心はごつごつ無気になるわな。なんていうのは愛の無知で、その言葉でやめるぐらいならばやめろってやって、そういう意味ではない。いや、そういう意味じゃない。ほんまにほんまにほんまにお前はあの、ある程度までは行くけど、うん、そのトッププロになるまで、飯が食えるまでには絶対ならないんだよ。で、それなんでって言って、向きになって聞いたら、お前体が硬いもんしようと。うん、さっき言ったことや。で、体が硬いっていうことは、技をやっても、次の技に移る時のタイミングが一点もずれる境に、きっちりした技ができる境に、得点につながらんし、そういうお前はサーフィンで、アマチュアのレベルのやつらからしたらお前は一番かもわからんけど、プロの中にいたら、もうお前なんかもう最低やでって言われて、ああ、ほいでもうその時にも自分もなんとなく分かってきてるしな、なんぼやってる過程とかな、上手になれんとかな、ただもうその時はもうお前は大会出るの一切やめない。サーフィンはなかなか死なんぞ。そうなんや。もう泳ぐ力もうむちゃくちゃついてきとるし、でっかい波に巻かれたかって、海のとこで、30秒ぐらい追って、こうやって上に上がってきて、できるようになって、どんどん馬なる盛んに簡単に死なんけど、これはあかんで。そんなお前100キロぐらいでもお前下手したら簡単に死ぬやろ。あっと思ったんだから。なあ、だから骨折とかないの。お前おかげさんでないね。だからあかんの。めっちゃ面白い。もうワイが飲み込んだよ。おもろいな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 。そういう時は繋がったことない。完璧に乗れるってな、何百本一日に乗っても一本や、完璧な。この入りから終わりまで。うん、綺麗に技して、それで A 波に当たっていうのはもう一日で一本。まあもうそれ乗った時がもうこっちから嬉しい。そういうのないでな、そういうのが。要するにそれぐらい完璧に乗れるいうのはないわけ。これは波って絶えず
動いてるから一緒の波なんてないやん、うん、だけど単車の場合は道路を走るので同じとこを走るわけやん、うん、そこがサービンとの違いだな。そうやね、サービンはもう同じ波はもう二度と混んでな。あ、やっぱりそうなんや、うん、これってお兄さんやら 波の声を聞くとかそんな世界か。あー、ええな。何の会話する。今日お前こんな機嫌やろみたいな。そうそうそう、機嫌悪いぞ。コテンパンにやっつけたりでなんていつでも言うときな。たまにでも優しく逮捕されるないない。ないないの。あ、厳しい厳しい、強い、やつは強い、厳しい、やっぱり自然やな。そんな優しいもんやろ。ありがとう。